ヘレナ・スコバは、チェコスロバキアプラハ出身の元女子、プロテニス選手。四大大会の女子シングルスで4度の準優勝があり、全豪オープンで2度、全米オープンで2度ずつの準優勝に終わった。オリンピックでも、1988年ソウル五輪と1996年、アトランタ五輪で2個の女子ダブルス銀メダル獲得がある。当時のチェコスロバキアでも、名門のテニス一家に育ち、 母親のベラ・スコバも1962年のウィンブルドン準優勝の経歴を持つ名選手だった。父親のシリル・スークは長年チェコスロバキアテニス連盟の会長を務めた人である。弟のシリル・スーク3世もプロテニス選手でダブルスのスペシャリストとしてよく知られている。母親のベラ・スコバが1982年5月13日に死去した後、 娘のヘレナは1983年1月にプロ入りした。1984年当時は年末の12月開催であった全豪をオープンでスコバは準決勝でマルチナ・ナブラチロワを1から6、6から3、7から5で破る大金星を挙げた。この当時、全盛期にあったナブラチロワは前年の1983年ウィンブルドンから1984年。 全米オープンまで全人未到の4大大会6連勝とシングルス74連勝を記録中だった。しかし、このスコバ戦の敗北により、ナブラチロワは1984年度の年間グランドスラムを逃すことになり、2つの大記録がストップしてしまう。こうして4大大会シングルス決勝に初進出したスコバだったが、決勝ではクリス・エバートロイドに7から6。 1>, 1から6、3から6の逆転で敗れた。1986年の全米オープン決勝では、ナブラチロワに3から6、2から6で敗れ、4大大会シングルスで2度目の準優勝になる。その後もスコバは4大大会のシングルスでは運に恵まれず、1989年は全豪オープンで2度目、1993年は全米オープンで2度目の準優勝に終わる。 あとの2回は、決勝で敗れた相手は、シュテフィグラフであった。スコバとグラフは、1983年夏の初対戦では、スコバが勝利したが、その後は、グラフの21連勝で終わっている。これでスコバの4大大会シングルス準優勝は4度になった。スコバは、WTA ツアーのシングルスでは、10勝を挙げたが、その中には1992年に、 日本の大阪で開かれたトーナメントの優勝も含まれている。ヘレナ・スコバはダブルスの名手としてよく知られ、ツアー通算68勝を挙げた。四大大会でも女子ダブルスでは9勝、混合ダブルスでは5勝を記録している。1990年にスコバは同じチェコのヤナ・ノボトナとペアを組み、四大大会ダブルス3連勝を記録したが、 全米オープンの女子ダブルス決勝で敗れ、1984年のマルチナナブラチロワパムシュライバー組以来のダブルス年間グランドスラムを意している。1993年の全米オープンでは、スコバは女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門すべてで決勝に進出し、女子シングルス決勝ではグラフに敗れたが、女子ダブルスと混合ダブルスの2部門で優勝した。 1996年のウィンブルドン女子ダブルスでは、当時15歳のマルチナ・ヒンギスとペアを組んで優勝を飾った。混合ダブルスは、弟のシリルスークと組んだ優勝が3つ、オーストラリアのトットウッドブリッジと組んだものが2つある。スコバは、オリンピックのテニス競技にも、1988年ソウル、五輪、1992年バルセロナ五輪、1996年、 アトランタ五輪の3度出場した。スコバとヤナノ・ボトナはソウル五輪とアトランタ五輪で2個の女子ダブルス銀メダルを獲得している。1988年ソウル五輪はオリンピックにプロテニス選手の出場を認めた歴史的な大会である。スコバとノ・ボトナは女子ダブルス決勝でアメリカ代表のジーナ・ガリソンパムシュライバー組に6から4、2から6、 8から10で敗れ、テニス女子ダブルスの復活金メダルを逃した。1988年と1992年、彼女はチェコスロバキアのオリンピック代表選手であったが、1993年にチェコスロバキアが連邦解体して、チェコ共和国とスロバキア共和国に分かれる。チェコスロバキア解体後、スコバはチェコの代表選手として、 1996年のアトランタ五輪に出場した。スコバはアトランタの女子ダブルスでも、ノボトナと組に大会ぶりの決勝戦でもアメリカのジジフェルナンデスメアリー・ジョー・フェルナンデス組に6から7、4から6で敗れた。スコバは日本のトーレパン・パシフィック・オープンテニストーナメントのダブルスでも、 1984年、1985年、1988年、1992年、1993年のこと優勝している。やがて、スコバにも年齢的な衰えが訪れ、1995年のウィンブルドンではシングルス2回戦で日本の神尾ベ選手に敗れてしまう。1998年7月に33歳で、 現役を引退した。スコバは2018年に国際テニス連動入りを果たした。ありがとうございます。